はい、皆さんおはようございます、こんにちは。2021年9月21日、北海道いよいよ10日目です。現在私は斜里町、知床半島の、玄関口というんでしょうかね、そちらにいます。今日はね、これから本当は今あそこに映っているような大きな船もありますけれど、あの遊覧船のツアーに参加するつもりでいたんですが、実はちょっと次回もうね、知床に来る予定がありまして、その時のお楽しみに撮っとこうと思います。でこれからですね、知床峠を越えて、羅臼ですね、昆布漁なんかで有名な羅臼町を目指し、その後根室を通って納沙布岬まで行きます。今日もね、これからいろいろあると思いますので、一日ね、またよろしくお願いします。はい、知床峠です。こちら側がこれから向かいます羅臼側ですね。峠を越えて下っていきます。でこちら側が今登ってきた斜里町の方ですね。ちょっと道路どれぐらい登ってきたか見えるかな、見てみます。ちょっと車来てないね、渡りますよ。見えないねちょうどカーブでした。でこちらにずっとカメラを振っていくと高い山見えます。これが羅臼岳で、そのまんま回って先ほどね言いましたこちら側の道をこれから進んでいって、峠越えてね下っていきます。羅臼の方に下っていきます。北方領土方向指示板っていうのがあります。これね、ずっと択捉とか国後とか歯舞群島と根室半島ということなんですけど、晴れてれば見えるってことなんでしょうけどね、今日残念ながら雲が厚くてですね、低く垂れ込めてます。これじゃちょっと見えないか。おお、すげえ、知床峠ね。今峠を越えて羅臼の方に、下っていってます。周りの木々がね、ちょっとずつ色づいてきてるの分かりますかね、紅葉してる感じで、ここバス停羅臼湖入り口、これすごい峠を越えてきてるんですけど、バス通ってんだね。もちろん先ほどのね、なんだっけ、知床峠のパーキングエリアとか駐車場、そこもちゃんとバス停ありました。バスでね、羅臼とその斜里側っていうんですかね、斜里町側と羅臼町側をバスが結んでいるということですね。ここはね、もうそうだよね、もう峠道だけど、これ昔から電車鉄道がない区間ですからね。はい、北海道羅臼町です。今ね、知床峠を越えて羅臼町の街中まで下ってきました。それでね、ファンの方なら皆さんご存知なんだろうけど、北の国から2002遺言純の番屋って書いてあります。これ何かっていうと、これシーン、有名なシーンありましたけどね、純がこの辺で、ふらふらして暮らす場所もなくて、なんか提供してもらってた小屋ですね、内田有紀なんかがそこに訪ねてきたりするんですけど、そのね、これは実はね、レプリカだそうです。実際に使われてたものは他の場所にあって、そこへ行くのにね、ちょっと民家を通らなきゃいけないということで、ファンがね結構詰めかけるっていうことで、こちらにレプリカ別の場所にですね作って、食堂としてそういうファンを迎えてるということらしいです。せっかくなので、ちょうどね今通りがかった道で見つけましたので、撮影だけさせていただいてます。実際にファンはこうなるんですね。やっぱりね、みんな結構こういうので来られるんですね。悪いことじゃないですよね、町おこしという意味ではね、経済効果抜群です。結構風強いけど、これ今ね、海の向こうに見えるのが国後島、近いよね。レギュラー152、はい、レギュラー、違う、油脂を選んでください。嘘、めちゃくちゃ安くない、これなんで。レギュラー満タン、
ね、今ね根室市内に入ってます。これからの札幌岬まであともう何キロ、50キロぐらいなのかな。ガソリンを入れてます。本日ね、北海道到着して10日目ですが、6回目の給油中です。今回ね車、ちっちゃい車で来てるので、まあ、燃費がいいっていうのはあるんですが、車が小さい分タンクも小さくて給油の回数は増えますよね。結構入ってるように見えてあんまり入らないんですよこれ。なんかめちゃくちゃ安かったんですけど、これ大丈夫、これレギュラー149円で書いてあるのにクレジットカードに入れたら138円とかって出てるんですけど、何リッター入るんだ。ほらこんなもんですよ、そろそろやばいと思って入れても。はい、こんだけにしましょう。データを正面に灯台、また今日も岬巡りか。サップ岬灯台、本土最東端の灯台来ましたよ。日本の一番東まで。北海道灯台発祥の地。あ、本当そうなんだ。ここにもねちゃんと書いてあった、北海道最初の野サップ岬灯台。灯台、なるほどね。ちょっと行ってみようか、一回りするか、せっかくだから。うわー寒いな、これ。こっちがね、さっき来た知床半島側です。ぐるーっと来て。これはオホーツク海だけど、これもしかしてここから境の右側が、太平洋になるのかな、今度。はい、海のもしもは118番、海上保安庁ね。こちらにはこれより先は立ち入り禁止です。はい、あーなんかでもちょっとこう行けてた雰囲気はあるね。ちょっと人が歩いた跡とかあって、はい、ここがね正真正銘日本の東の端、最東端です。ね、海の向こうに見えてるのが歯舞群島、あそこも本当は日本ですから、今はちょっとロシアに取られちゃってますけどね。もうそろそろ返してくんないと困りますよ、プーチン大統領。ほらね、ああやって入っちゃダメだって言ってんのに入る人がいるからさ、どん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 いろんなとこが規制で厳しくなるんだよ。自分だけだからいいだろうとかっていうのやるとダメなんだって。カモメが飛んでるよ。あー、まあこの灯台もねそんなに高くはないですけど、一番東の灯台で向こうに見えてるのが歯舞群島ですよ。確かに近いよねこれ。はい、 JR 根室駅です。ちょっと中入ってみましょう、せっかく来たんでね。駅が好きなわけではないんですけど、黄色いポストがあります。今までに何色のポスト見たかな、青と白見たな。で、根室、
朝日に一番近い町、ああなるほどね、東から日が昇りますからね。日本最東端有人駅、おお有人駅だ、日本最東端。じゃあ無人駅でもっと東にあるってことなのかな。こんな感じで花咲線の特別企画眠る駅改札車内エクセルってとこで、花咲線開通100年の駅、窓口割ってあれはないんだ、自動券売機はありません、改札は自動改札じゃない。で釧路には2時間半ぐらいかかるってこと、1、2、3、4、5、6、1日に6本こじんまりとした駅、まあ電車はそんだけしか走ってないとね。一応ねコインロッカーもあります。で花咲線できて100周年、こちらが待合室、はい、根室駅もありますよ、顔出して写真撮るやつ。スタンプも押せます。あのね、さっきね、根室駅で日本最東端の有人駅、人がいる駅って書いてあった。どういう意味かなと思ったら意味分かりました。根室駅の一つ隣が東根室っていう駅なんですけど、ここはね無人駅で、こここそが本当の日本最東端の駅ってことなんですね。地図見ていただければ分かるんですけど、一回ね根室から電車が出ると線路はずっと東の方に回り込んでいくんですよ。でそこから、ぐるっと東根室駅で回って釧路の方を目指していくってことなんですね。ちょうど電車来た。1両か。あ、なるほどな。これが今根室方向から来た電車。日本最東端の駅ってありますよ。皆さん電車の中からもね、日本最東端っての撮ってます。はあ、釧路駅、この1両で釧路まで行くと。釧路駅前スクランブル交差点なんですね。暗いな、まだ7時過ぎなんですけどね。こちらが改札、自動券売機が2台、厚岸までしか行かない電車なんですね。次はもう根室まで行かない。あ、これでぐるっと回って緑の窓口、ちょっとこの中どんな感じか通ってみます。セブンイレブンですね、駅構内セブンイレブン、閉まってます。ここはシャッター降りてます。ここはレフボンというベーカリー&カフェ、もう片付けてらっしゃいますね。あ、これはこの時間だから閉まってるのか、おやきの店、懐かし感。もうこういう食堂とかお土産物屋さんなんか、お、仮面ライダー、等身大、こういうのいいね。もっと先に進んでいくとコインロッカー、待合室。前回ここ来たの何年前かな。切手コイン金券ショップもありましたようですが、9月2日をもって閉店いたしました。今ね、釧路駅の周りをぐるりと一回りして、駅前のですねSL の動輪が飾ってある場所まで戻ってきました。ということで今回のこの動画はここで終わりにさせていただきます。今日もね、朝から一日長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。まあ釧路まで来たということで、地図をご覧いただければ分かるんですが、この北海道のですね海岸線を一周ぐるりとする旅もゴールの苫小牧が
もうすぐそこまで近づいてきてます。ですからね、ちょっとここでこのまま苫小牧まで行ってしまうのか、もしかしたらちょっと山の中の方に入ってまた戻ってくるのかっていうのを今夜これから考えたいと。それでは次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。